はい、じゃあまずうつ伏せになりましょう。手を脇の下ついて上体を反らします。これで止まっておきましょう。もしきつかったら少し手を前にしましょう。なんで、はい、心配。はい、これで止まっておきましょう。こんな動く専門な結構背中が硬いとやっぱり姿勢が猫背になったりする。じゃあ俺らそれだ、ね、いいね。やっぱだんだんと体って前に傾いてるじゃないですか。はい、取ることした方がいいですね、やっぱり。本当ですか。大丈夫だこれ。ちょっと腰こわって揺らすと楽になります。今度うつ伏せで腰揺らしましょう、こうやって。急に楽になりますか。これ腰プルプルします。これも体の力を全部抜けるんで、ストレッチ前には多いですね。まあ、体硬い人って力が入っちゃうんで、それは伸びなくなるんですよね。体の力を一回抜いてリラックスできるとよく伸びますね。まあ、徐々にきつくなりますんで。そうか、今はね。はい、気持ちいい。これ出せないですよね。気持ちいいですね。はい、OK です。はい、じゃあ今度手の横に右足を出しましょう。はい、こういう感じですね。はい、これで止まっておきましょう。はい、大丈夫ですか。いいですよ、はい、いいですよ。はい、いいですね。目線はどう前へ向いておく感じですね。はい、これ今伸ばしてる足の後ろ、後ろ足の前のものと前足の内ももが伸びてますね。こっちの方がすごいな。後ろ足の前ももが辛いですよね。えげつないですね。えげつない。股関節がしっかり伸びるんで、すごいな。休んでください。とりあえず、どっちも痛くないってまずないで、片っぽどっちか痛かったりしますね。すごいですね。やっぱり今度はマジで。腰痛の人とかいいですね。皆さん、俺が硬いからね。そうですね。やっぱりこういう動きってもうそもそも専門ね。立ち上がるとこんな動きせんじゃない。普段ないですよね、こういう動き。やったらいいんだろうなと思って。ここにいながらね。はい、OK です。はい、はい、じゃあ今度はうんち座りですね、こうやって。足首のストレッチです、こうやって。足首、はい。どこへ行くんですか。ここですね。アキレス腱。実際とも柔らかいですよ。そうですか。こうなると多いので、かかとが浮いちゃうっていう。やっぱり我々はビーバップ世代だから。そうですね。いいですね、いいですね。全然できます。憧れましたね。いいですね。これはもう、はい、これでピョンピョン跳ねるだけです。かかとが浮いちゃう人は結構もう転げそうになっちゃう。ああ、そうっすよね。いや、だから今はできない人多いっていうね。そうなんですか。足の連帯と右左ちょっとこう動いてみるとまたよく伸びます。来ますね。来る。足に来る。来るね。オッケーです。はい、じゃあまたうつ伏せです。はい、来るね。じゃあ今度肘ついたままお腹を持ち上げましょう。これお尻ギュッと締めて、膝はついてていいんですか。膝ついてます。これたまよくいいですか。たまに休んで
また持ち上げて、お尻しっかり締めます。たまに休みましょう。息はしっかり吐いた方がいいですね。ね、止まってる。息止めたらもったいないですよ。効果があまり出ない。そうです、止まっちゃう。やっぱり体幹力が入るんだ。あ、じゃあ前半ちょっと止めてました。 OK です。はい、じゃあ今度は膝立ちで片足前に出します。はい、頑張って。はい、止まって腰を置いて前かがみ。いや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 、これどうすんの。前かがみで、できないです、できないです。戻ります。痛い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 。どうすんの。ちょっと、結構バランス、結構前のままが痛いですね。あ、この膝をしっかり伸ばした方がいいですね。痛い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 。できない。すごい痛い。このもも裏硬いと反り腰って言って、お腹こう出した姿勢になっちゃうんで。なってる。これが反り腰に。いやいや、まあ、はい。OK で。息で休んで反対して。このもも裏が硬いと前のももに力が入って、その力が入るのが嫌だから反っちゃう。息吐きながら前かがみで休みます。これ痛いですよね。痛い痛い。サブちゃん、お尻そんなつけない。何座ってんのかかとに。どうしようか。ぐー、前かがみで戻ります。うわー、すごい。後ろが硬すぎる。痛いですね。痛いです。前足の裏が痛い。今度膝立ちでかかとを引っ付けます。そのまましゃがんだら上がります。お尻緩めてお尻を締める。お腹しっかり引っ込めます。ふーっと息吐きながらおへそで向ける感じ。緩める骨盤を起こす感じです。いい感じですよ。骨盤を起こした姿勢が立ってる普段の姿勢なので、これをもう身につけないといけない。そうですね、呼吸大事ですね。はい、 OK です。汗が滲んでくる。そうですね。はい、じゃあ今度は正座から膝開いて、これ止まります。これ止まってきましょう。止まっとく。はい、ここがめっちゃ伸びてます。もし痛かったら、まあ、少しこうやってね休んでください。もうできればこう本当にもうこれぐらい行った方がいいです。できる。なんでできるの。これぐらい行った方がいい。はい、股関節開きます。ええもし痛かったら一回閉じてもいいです。これ結構辛いんで無理、はい、これは無理。なんで足が外向くの。足っていうのはその。 OK です。はい、うつ伏せでブルブルです。やっぱ今の結構股関節痛いんで。いやー、全くダメでした。これができないっていうことは硬いです。そうです、ショックだな。やってるとだんだんできるようになるんですよね。まあ、だんだん開いていきますね。あれでいい。これじゃなくていいですよね。これ楽だわ。痛いメニューした時ってやっぱり力が入ったままになるので、一回緩めないといけない。はい、ああ、そうなんだ。はい、ここ大事です、本当に。あとちょっとですからね。
OK。OK。よし、ラストです。はい。はい、初めにやったやつですね。一番初めよりやる。ええー。違うですね。全然違う。なんでだ。なんでだ。だいぶ取れるでしょこうやって。全然。あ、もう楽だったとして手前にしてもらうとか。激痛だった。ええー。これ。最後楽になりますよって言わないタートルさん憎いね。いやだってえこんなに楽なの。結構それますよね。全然それます。そうね、これがいいですよね、初めは。そうそう、逆に気持ちいいぐらいですよね。すごい取れるね、最後やると。すげえ、ダンボさん。これちょっと腰プルプルしてるまで。あはい、OK です。すごい。タートルも中島家チャンネルさんに出てますので、説明欄からチェック。